この絵本は君の考えでお話の内容が変わるよ。途中で分かれ道が出てきたらタッチして選んでね。お化け屋敷。やっくん、たっちゃん、そうくんの仲良し3人組は休みの日に近所を探検していました。すると木が生い茂って昼でも薄暗い裏山に古いお寺を見つけました。なんだここ？怖そうだよ。入ってみようよ。入ろうとすると、僕怖いからやめとく、じゃあね。怖がりなそうくんは二人に手を振ると、さっさと走って帰っていきました。よし、じゃあ二人で回ろうか。やっくんとたっちゃんはお寺の中へ入りました。中はとっても広くて庭もあります。どこに行ってみる？トイレも怖そうだし、あの畳の部屋も怖そう。あっちは寝室かな。庭も広いね。二人はどこから回ろうか相談しました。さあ、どこへ行く？